先輩に対して、うん、てめえぶっ飛ばすぞって言っちゃった僕のね幼さ。あれでも違う先輩でも喧嘩してませんでしたっけ、あの杉蔵さん。きっかけは何だったんですか。いやきっかけは楽屋隣だったんだよ。うるせえこの野郎、騒いでんじゃねえバカ野郎っていうのが聞こえたんで、はい、で杉蔵の楽屋なんか入ってって、てめえこの野郎やっちゃったんだよ。でその後、まあ残念だなって尊敬してる人だったのになとか思いながら、はい、でたまたま YOSHIKI と話をしてる時に、うん、まあ YOSHIKI の YOSHIKI も先輩なんだけど全部呼び捨てですね。いや違う、あのね違う違う、あのみんな呼び捨てって言うじゃん、はい、呼び捨てって言うけど僕の中ではリスペクトがめちゃくちゃ強いんだよ、はい、お兄ちゃんなんだよみんな、はいはい、だからお兄ちゃん、例えばね、陽平のお兄ちゃんがいて、はい、まあ陽平が、陽平のお兄ちゃんが陽介だとしたら、はい、なあ陽介っていうのと結構似てんだよ。え、でもあれですよ、僕がじゃあガクさんのことすごいリスペクトしてて、おガクトっていうのと、いる、僕の後輩で僕のことガクトっていうやつもいる。マジっすか。いる、勇者ですね。でも僕は全然それ気にしてないし、で、よしきも最初に出会った時に、なんて呼んだらいいのって言ったら、よしきでいいよ、分かったじゃあよしきってそこから始まってる。なるほどなるほど。だけど僕の中ではものすごいリスペクトしてるから、はい、もちろん先輩だっての分かってるし、そのお前とかね、そういうことも言わない、うん、はい、別に同じ目線で話してない、はい、仲はいいよ。だけど感覚的にはお兄ちゃんなんで、はいはいはい、うん、だからみんなよしきとか杉蔵とかって言ってるんだけど、はいはい、でそのことをよしきさんに話をして、で話したんじゃないんだよ。よしきがなんかその一緒にバンドやろうっていう話をした時に、うん、面白そうだねっていう話をして、杉蔵どうって言われたんだよ。はい。その時に、あ、だって一緒ですね。自分はいいけどと。あのさーってちょっと言ってないんだけど、怒鳴り込んじゃったんだよねーっつって、やっちゃったんだよねーっつって。僕は尊敬してんだけど、うん、向こうは嫌だと思うなーっつって。って言って。え、そうなのみたいな、俺と一緒じゃんみたいな感じになって、よしきとは違うから、俺もさってすぐさ人の楽屋行って暴れてさむちゃくちゃしちゃうんだよねとかって、いやいや、あのよしきと一緒にしないでくれるつって、ごめんなさい、こっちから見ると一緒に見えますけど後悔してんだからさ、反省してんだからつって、もう一応だから声かけるよ、それでもし杉蔵がいやあいつは許せねえぶっ飛ばすってなったら、その時はやっちゃえばいいじゃんさあって、一応先輩なんだからさあって、そんな風に言わないでよつって、みんな僕より年上なんだからつって、でそこは杉蔵がすっごい器が大きいところで、はい、わざわざ僕の誕生日会に来てくれたんだよ。おー、あの悪魔の誕生日会ですか。そう、はい、まだ仲直りもしてないんだよ、はい、でいきなり受付からパッと言われ、パッと杉蔵さん来ましたって言われて、ほうほう、って誕生日にやるの思うじゃん、はいはいはい、マジかよって、はい、うわ誕生日の前に喧嘩したくないのにと思ってそしたら杉蔵がパッて来て、パッて手出して誕生日おめでとう、はい、心ギュッとつかまれたギュッとしちゃいました誕生心ギュッとつかまれてさ、はいはい、ありがとうって言って、ごめんねって言って、先輩なのにさって言ったら、いいよって言って、俺も逆の立場だったら同じことやってるしさとかって今日はこれプレゼントだ持ってきたから受け取ってよとかって言われて、そっから仲良くなったんだよ、それは杉蔵のその器があったから、はい、まあ僕は救われたっていうだけなんだけど、おーおーおー、杉蔵が懐が大きかったから、逆にそれですっごい仲良くなって、それからはめちゃくちゃ仲いい。何くれたんですか。ん、何くれたんですか。石。石、パワーストーン変わってるね。最初石出された時殴られるのかなと思ったからね思いますよね本当に結構尖ってんなと思ったから、はいはいはい、これで殴られたら痛そうだなって、バッと袋から出して、
これっつってありがとうと、うん、まあでも普通さ後輩のさ誕生日にさ、はい、一人でさ行って、あ、一人で来たんですね。一人で、あ、かっこいいですね。一人で来て自分から手差し伸べておめでとうって、うん、なかなか言えないよ。いや、そうですよね。じゃん、うん、だから僕は杉蔵のことがめちゃくちゃ好きだし、ギタリストとしても尊敬してるし、まあ、それ以上に友達としてもすごい尊敬してる、はい、なるほど。で、先輩としても尊敬してるし、ね、うんうんうん、仲はいいし、うん、僕はその杉蔵に対して敬語を使ったりとかしないけど、うん、でもそれもなんか お兄ちゃんと喋ってるみたいな感じ。リスペクトはめちゃくちゃしてる。ただ僕のリスペクト伝わりづらいから、はいはい、まあ、誤解を生むことは多いんだけどね。そうですね、まあまあまあ、だからといって、いや、その に対してもリスペクトしてない方はそんなことなくて、はい、あのライブ見に行った時に、うわ、うまいボーカリストだなって、ボーカリストとしてはリスペクトもしてる。へ、うん、あったことで別にそのリスペクトが消えたわけではないんだよ、うんうんうん、関係性悪くなっただけで、うんうんうん、僕は一度リスペクトしたっていう気持ちは忘れてない。ただ自分がやらかしたことは覚えてる、うん、なるほど、うん、それは申し訳ないなとは思う。でもそれね、ほんとどこでもやっちゃうんだよね。はー、それだから NHK の楽屋でちょっと段取り通りに言ってたことを確認して、こういう本当にこれ大丈夫か、本当は大丈夫か、絶対失敗ないよなって段取り確認して、絶対問題ないです、これもまだ全く問題ない、大丈夫、任せてくださいって言ってミスったんだよ、はいはい、NHK 側が、はい、それに対してもうブチ切れちゃって、はい、で NHK で死ぬほど暴れてで出禁になる。出禁なんすか。出禁になった本当出禁になっちゃった。へえ。じゃあ紅白とかに出ることはないですね。いや、それまでは出てたんだよ、はい、紅白。もう今後は それまでは紅白出てて、で出禁になって、でタイガをやって出禁が解除になった。ああ、上杉謙信。そうそうそう、はい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 、あ、そうだったんですね。そうそうそう。じゃあ今は一応入れる。知らない知らないなるほどな。それ以外の、例えば同じミュージシャン同士とかじゃなく、違うとこと揉めてこんな大変だったとかっていう話とかあったりするんですか。いっぱい、まあ、絶対ありますよね何が聞きたいわけ。いやいや、いいところだけが表には出てるんで、裏ではどんな大変なことが起こってるのかなっていうことが。いっぱいあるよ本当に。ここ最近か、ここ5年ぐらい、まあ6年ぐらい前の話だけど、その時は本当にこれ多分ピ入りすぎて分かんないと思うんだけど、はい、僕が僕の仲間を助けようとして、はい、仲間の先輩が死にかけてると、で誰かいい医者を紹介してほしいって言われて、で僕はその医者のつながりがないから、当時なかったから、日本の指折りの医者を知ってる人が知り合いにいて、その人に電話して頼んだんだよ、はい、そしたらその人に頼むにはお金がかかると、普通にその人たちがいる病院に入院してもその先生がやってくれるかどうかも分からない、うんうんうん、だからお金がかかる。でそのことをまず先方に伝えて確認してから、この話進めた方がいいと思うよっていう話をして、僕はそれ確認したんだよ。それは金はいくらかかってもいいか、分かった、じゃあつなげるから直接話をしてくれって言ってつないだんだよ、はい、そっから僕は関係ないじゃん。僕はその紹介をしてつないだだけだったんだけど、うんうん、その後ここが揉めて、ほう、払う払わないとかで、いや、まあ要はその人がセットアップするって言ってセットアップの日程も全部決めたにもかかわらず、彼がブッチして、ほう、で、あいつは詐欺師だみたいな感じで呼び始めて、その彼のことを、うんうん、もちろん彼が他のいろんな先生を知ってるのは僕も知ってるし、いやいやいや、おかしいだろって、その場で先生に会って、そこで例えばその先生が来なかったとか、うんうん、だったら、うん、その言うことは正しいけど、うん、それもしないで、うん、詐欺師呼ばわりっておかしくないっていう話をして、うん、そっからぐちゃぐちゃに揉めて、こうで、なぜか僕紹介しただけだったんだけど、こっからは多分 P の連続だと思うんだけどね、が出てきてP ですね、直接電話入って、
てめえさらうぞこの野郎ってなって、はい、おい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 、なんでこんな話に出るんだよって、いろんなとこから連絡来て、で、当時だったんだよ、うんうん、それの火種みたいになっちゃって、僕が、はいはい、僕は何もしてないのに、彼が僕の名前を出すからそれが間に入っちゃって、すっごい面倒くさいことになって、そしたら日本のフィクサーみたいな人がいるんだけど、はい、呼び出し食らって、ほう、漫画の世界ですね。それは僕の兄貴がいて、その兄貴がちょっと直接会って話聞けと、うんうん、言いたいことはあるだろうけど話聞けと、うんうん、で会って1時間ずっと説教、もうずっとそうやって初めましてやから、お前なっつって、どういう考えでそれやったんだっていうとこから、多分言ってる話違うんだろうなとは思ったんだけど、うんうん、何も言わないで1時間ずっと聞いてたんだよ、はいはいっつって、はいっつって、で話が終わって、まあ相手も怒ってたんだけど、その時に一言だけ、すいませんで一言だけ言わせてもらっていいですかって、自分がやったのは自分が親友だと思っている人間がどうしても助けたいって言っている相手がいて、少しでも力になれればと思って人を助けたことは筋が通ってないことでしょうかって言ったら、はぁーって始まって、ほうほうほう、お前俺に説教すんのかっつって、うんうん、ってなって、はい、はぁ、死んだなって間違ったこと言ってないから、はい、とりあえず自分が間違ってることを一つでも言ってたら好きなようにしてください、でも自分は何一つ筋が違ったことをやった覚えはありません、はい、後ろめたい気持ちも恥ずかしいことも隠すことも何にもありません、あとはが判断してくださいって言ったら、もうその時ね、終わってた、もうああもう死んだな死んだなと思ったんだけど、はい、そしたら笑い始めて、おめえ面白いなっつって笑い始めて、それで寿司食いに行こうって言われて、ほう、急な展開ですね、寿司食いに行こうって言われたから、すいません米食べませんっつったらまたブチ切れられてそこは食べてもいいじゃないですかお前この野郎っつって、全然寿司食われてなんだよお前この野郎っつって、すいません自分が決めてることなんだよっつって、おめえ面白いやつだなって言われて、そっから可愛がってもらえるなって、でもその時に言われたのは、たとえ親友であったとしても人を助けるということには必ずリスクが伴う、だから全てが善意で人を助けたとしても恨まれることもある、その責任覚悟がお前に負えるなら人を助けろ、それが負えないなら助けるのはやめろと、少なくともお前は名前があると、今回みたいに名前だけが一人歩きすることも多々ある、うんうん、だから人助けをするときは覚悟を持って助けろと、うんうん、って言われた、それはやっぱりすごく自分の中に残ってる未だに、いやもうギリギリのところ行ってたんですね危なかったですよね、その間はさ本当にさもうさこれは死んだなっていつやられるのかなって思いながら、その時思った、一つ間違ってたらああだなって、うん、だからそう考えるとすっごい人に恵まれてるなってまあそうですね、本当に思う、すっごい人に恵まれてるしすごい感謝してるし本当にありがたいとも思うし、この前か言ったけど、その出会うのも縁だし別れるのも縁みたいな話をしたけど、うん、はい、その時にその方に同じこと言われた、うん、お前は今回のことで親友だと思ってたやつを失ったかもしれない、うん、だがお前は俺を手に入れたそれも一つの縁だっつって、だから別れもあるし出会いもある、うんうんうん、でも全ては縁、うん、だから大事にしろ、うんうん、でそこから何かを学べと、うんうん、分かりましたっていうところで、うん、未だに通ってもらってる、ああそうなんですね、うん、まあ、年齢的にはだいぶ上の人だから、すごい修羅場だな、孫みたいに通ってもらってる、
みんながね思ってるように順風満帆じゃないから本当に、まあ、さん杉蔵さんのは火種ここですけどねいやいやいや違うじゃん、火種僕じゃないでしょ、火種は向こうでしょ、まあ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 、火種が向こうで僕はその上にガソリンをかけただけであってそこが問題ないじゃないですか、まあ、ガソリンかけたというよりも火種は向こうが作る、ただね僕自身がガソリンなんだなって着火しちゃったんですねそうなんだよ、チャッカマンチャッカマン、そんなかっこよく言ってもダメですガク、年明け逮捕か、前代未聞の問題作、ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部、真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者の S が数々の疑惑に証言した、これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる、ガクト敗戦記。2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.